ゆるコンピューター科学ラジオ、お便りコメントを読む雑談会でございます。はい、音で聞いてる方はね、何のこっちゃいって感じだと思うんですが、うん、マイク新調しましたこっついマイクに変わりましたね。このアームがついてて、今まではマイクスタンドに ね、こうマイクを挿してましたけど、そうですね、ついになんかもうゴリゴリのアームでゴリゴリのマイクで、うん、こちらのマイク定価5万1000円となっております。いいマイク大きくなりましたね。なんか昔さゆる言語学ラジオでなんかマイク買ったんだけど、本当はもっと欲しいマイクがあるみたいなことを言ってた。 SM5B みたいな言ってた。そう、これが SM7B ですね。 7B もともと使ってたのは SM58 58、はいはい、うん、だったんですけど、いやちょっともう2個ランク上のやつ欲しいなって言ってた結果無事に買いました。ついに。あれさ、多分始めたての赤字垂れ流してた時代だったと思うんですけど、多分50万ぐらい赤字だった時期垂れ流してた時期ありましたね。あ、もうついにもうあの負債は全部返し終わって、もサポーターコミュニティの皆さんのおかげですね。いや、みんながサポートしてくれるから機材にこうふんだんにお金をかけられるようになってきまして、はいはい、ありがてえなと思いながらマイク買いました。ですね。いや、なんか感慨深いですね。感慨深いっすね。今僕だってもうこうふんぞり返って喋ってますあのマイクがさ、スタンドだとさ、そうそうそう、自分がこう前傾して喋んなきゃいけないじゃないですか、うん、今もうすんごいリラックスした形でね喋れて嬉しいです。昔はねかなり制約が多かったわけですから、ゲストの方にもね、はい、なるべく前傾姿勢で喋ってください確かに確かに、あれゲスト今後来ても喋りやすいですね。これこっちの方が確実に喋りやすいんで、うんうん、もうねすごいいい、やっぱサポーターの皆様のおかげで良い収録環境を手に入れて、まあ、もちろんサポーターの皆さんに限らずね、視聴者、うん、聞いてくださってる方も含めてですね、本当にありがとうございます。ちなみにこのマイクはエド・シーランもレコーディングで使ってるそうです。エド・シーランもエド・シーランも歌うてるということですかこれのこのマイクでもマジで歌ってる、この環境で歌ってると思う。え、多分このマイクで歌ってるの。そう、ドンピシャこのマイクで歌ってるはず。へー、それでは聞いてくださいみたいな感じで、じゃあ歌い出しても大丈夫なみたいな感じでいつでも歌い出せますよ。じゃあ好きな時に。あ、本当ですか。 Shape of You いつでも歌い出せるそういう環境です。ここ難しい曲だな難しい曲だな。何でもね気楽に歌い出して大丈夫。わかりました、わかりました。いつか歌いたい時に歌います、ね、音割れしないでいけますね、はい、このマイクなら。それでは早速、はい、お便りを読んでいきたいと思います、はい、せっかく今マイクの話したのでね、うん、あのオーディオの話をしたことあったの覚えてます？ありましたね、ちょっと前にね、はい、あの水野さんがパソコン自分のキャラクターに合うやつどれかわからん、買えないっていう話をしてね、はい、その流れでイヤホンもわからないから買えないっていう絶望の話がありましたね。はい、でなんか僕が使ってたこのオーディオが自分のキャラに合ってるのか教えてくれみたいなことを ね、あの場で言ったらコメント、ファイナルのイヤホンを使ってるというふうに、それ生きてると思われるんじゃないかっていう話をしたんですね。ビクビクしましたね、あの頃は、うん、でもですね、ラジオネーム、違えな、ラジオネームじゃない、なんだっけ、なんだっけ、レスト API 名みたいなやつじゃなかったそれはね、冗談で出したんだけど、あ、それだ、情報源名です危ない、情報源名、リスナーさんの名前忘れちゃいけないですよ情報源名なんですか。はい、ジレスさん、ジレスさん、はい、カタカナでジレスさんですね、はい、ありがとうございます。このまあお便り読む会をも視聴しましたと、うん、で水野さんの本性らしきものがそこかしこに溢れていて大変に興味深かったと水野さんの本性だったんだあれ。はい、うん、でちょっと長いのでざっくり噛み砕いて言いますけど、はい、まあ、パソコン選びに関してこのまあオーディオとか酒とかタバコとか、まあ、自動車とかっていうのは、うん、まあ、嗜好品だと私は思ってて、うん、はいはい、これをその自分の嗜好から外れてるものに対してみんな徹底的に攻撃すると思うと。お、なるほど。でこの構図は宗教であり、ある宗教の信者が自ら信じるもの以外を邪教として攻撃するのと全く変わりがない。あー、すごい過言じゃないですかジレスさん、めっちゃ過言喋ってますね。ジレスさんは筆走ってますね非常にジレスさんが宗教と一緒じゃないですかそれは。ちなみにでもジレスさんは、はいはい、堀本さんが骨肉の争い、うん、まあ、これのこのね、このオーディオがどうだみたいな話を骨肉の争いと言ってたんですけど、はいはい、あの場でそう言ってるのにもこの辺りがベースになっているものと思うと書いてるので、堀本さんもこの意見に同意しているということですね。つまり堀本さんはそっち側の人ですね。なんか納得いかないけどな。でもねここから堀本さんを褒めていて、はいはい、なので PC でアドバイスを求められた際に、うん、気に入ったものを買ってくださいと答えるのは正しいありさまだと思う。お、なるほど。だってめんどくさいんだもん、お前が勧めたんだからこれ買ったんだぞ、使いにくいったらありゃしない、全然ダメじゃんなんてまくし立てられたら嫌ですね。そう、めんどくさいと、うん、だから、私はそういうふうに思っていますと、うんうん、おまけが、そして最後末尾に2つついてます、はい、1つ目ファンがうるさいというのに対して水野さんが乃木坂のですかというくだりには大笑いしたと覚えてますこれ。あれだよね、マウスコンピューターかなんかだと、はい、ファンがずっとうるせえ、ずっと回っててうるさいけど、うん、MacBook は静かだからみたいな話をした時にマウスコンピューターの CM やってんの乃木坂だから乃木坂のファンがうるさいんでしょっていうくだりをやったんですよね。そうですね、あれは本当恥ずかしい限りです、ね、でもその前にその広告の話をしてたからそうだ、ね、ずるいんですよ、その事前のインプットとして乃木坂ファンが入ってきちゃう、乃木坂は、ね、ファンの多いですし、うん、っていうので
あの僕全く悪意ないです。だからこの本性が現れてるとかおっしゃってますけど、それは完全に誤読ですのであの考えを改めていただきたいなと。いやでもね、やっぱりね、水野さん の, あの自分のキャラクターに合ってないパソコン買ったやつだと思われたくないとかは本性がやっぱすごく、あ、まあ、それはそうですね。あの話はすごい本性ありました、ね、今だからちょうどサーフェス、うん、あの堀本さんに買ってもらったやつこれ使ってますけど、うん、これ僕のキャラに合っているっていう声が結構コメントでも多かったので、よかったよかった、自信を持って使っていきたいなと思っています、はいはいはい、うん、そしておまけにファイナルのイヤホンに行き着いたのはいい選択だと思うと、ジレスさんに言っていただいたので、はいはい、多分僕のキャラに合ってるっぽいですね。合ってるんですね。僕も分かってなかったけど、はい、でなんかコメント見てたらね、デノンのオーディオはちょっと鼻につくって思う人もいました、うん、若干やっぱり、はい、なんかそんな感じした、はい、だってデノンっておしゃれじゃん、もう響きがデノンよ、だってでもあれ電音からデノンになってるだけですからね。あ、そっか、うん、なんかって書いてあった、なんかだからコメントの一部に、あ、そっか、日本企業だもんね、デノンって、うん、ってそうかあったから、なんかオランダ企業っぽい名前ですね。いや俺も外資だと思って買いましたよ、うん、でコメント欄に電音じゃないんですかって書いてあるの見ていろいろ見たら、あれみたいな、あ、電音から来てんだ、電音、あれスウェーデンのメーカーとかじゃないんだって思いましたけどぽいよね、北欧とかオランダとかそっちのメーカーっぽい雰囲気ありますけど、はい、じゃ あれと一緒じゃん、キャノン、あ、はいはい、観音から来てる、来てますね、創業者が観音から取ったっていう話ですね。あ、じゃあデノンいいですね、うん、かっこよさポイントというか、はい、スタイリッシュさポイントがだいぶ今のでマイナスになったんで、水野さん デノン使っててもいい気がします、ね、大丈夫かな、なんかデノンの人に怒られないかなそして俺がデノンのイメージを毀損してないかな大丈夫ですかね。デノンさんも案件お待ちしております。無理だろ、無理なんだよこれ言っとけば案件でもらえるやつじゃないの、来ないよ、必ずもらえるんだと思ってたんですけど。ところで堀本さんはオーディオ何を使ってらっしゃるんですか。やばいやばい、これイヤホンとか、なんかそういえばあの取材受けてらっしゃる時とかってヘッドフォンをね、はいはい、つけてらっしゃいますけど、あれはどちらのものですか、はい、あ、でもあれは BOSE ですね。BOSE か、BOSE はセーフでしょ。 BOSE 来ちゃったか、 BOSE はセーフでしょ。いや俺もイメージ知らないけど、ね、いや BOSE はもうあのクリシェいいメーカー、クリシェいいメーカー、いや、けなして褒めてるからどっちなのよそれいやだからなんていうの、すごい分かりやすいいいメーカーというかさ、はいはい、その通好みとかじゃなくて、普通に BOSE 買っときゃまあ間違いないだろうみたいな、うんうん、一番歴史ある有名なブランドですね。本当かな、ちょっとオーディオ詳しい人にね、堀本さんが BOSE はどうなのかについてもちょっとねいや、いいと思うんだよな。いやそれより僕不安でしょうがないのが、やっぱリビングに置いてあるこれ、BOSE はいいと思うんですけど、なんだこれ、スピーカー、このスピーカー置いてありますね。これどこのですか。これがね、エディファイヤーなんですよ。エディファイヤー、読み方合ってんのかな、そもそもエディファイヤーだと思う、はい、EDIFIER、 エディファイヤー、 EDIFIER、 FIER、 エディファイヤーっぽいですね。エディファイヤー、はい、これがね、多分ね、オーディオ通じゃないと買っちゃいけないやつな気がするわかんないけど、知らないけど、あ、じゃあ大丈夫です、あのちょっと質問一個いいですか。はいはい、このどこに惹かれて買いましたか。いや、それはもちろんあれですよ、低音の響きがあのなんて言うんだっけ、このアンプなんとかサブウーファーサブウーファーの低音のやっぱこの体の芯に染み渡る低音がやっぱ良くて変わったんですよね、はいはいはい、低音を好まれるってことは、ね、ってことは音楽は普段どういうの聞かれるんでしたっけジャズとかですか。そりゃもうやっぱジャズジャズは聞きますよ ね、 やっぱね、ジャズのどういう、例えば誰を聞くんですか。ほら、アームストロングルイアームストロング、はい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 、あのニッチモ、愛称ニッチモのね、ニッチモ、サッチモ、ニッチモじゃない、サッチモちょっとでもさ、エアプをかろうして知ってることを言うっていうボケなんだからそれ間違えちゃダメなのよニッチモサッチモにやられた、完全に完全に慣用句にやられた、ね、直近のゆる言語学ラジオでね、その話したんですよね、はいはい、ニッチモサッチモっていう言葉出てきた時に、なんかそういうジャズ奏者いますよね、うん、みたいな、サッチモね、うん、それはね、うん、っていう話をした、くだりが引っ張られて今ニッチモって言っちゃいましたね。また同じことやっちゃいましたねあ、終わりです、終わりですね、これは。まあ、っていうね、はい、エディファイヤーを選んだ理由は、まあ、メインの理由は当然サブウーファーの響きが違うなと、メインはね思ったからなんですけど、サブも一応教えてください。まあ、もう一個ちょっと、もう一個ね、はいはい、ちょっと付随的な理由としては、見た目がかっこよかったんですねやっぱりね俺もさ、俺もさああいうさ、こうダークブラウンのさウッディーなさウッディーなやつ買うよ、ね、あれがさインテリアになじむんだなる、わかる、なあ、もうそうなんすよ、ね、このさ、リビングのテーブル、うん、今この収録中のね、このテーブルもね、見えてるこの濃いめのブラウン、それから後ろの棚もね、そうそうそう、同じ色ですよね、ダークブラウンっぽいやつだから合わせたくて、うん、ちょっとあ、このスピーカーいいな
かっこいいと思って買ったっていうのもありますね、うん、そうですよね。メインはサブウーファーの響きなんですけど、やっぱりサブウーファーがやっぱ違う。言いたいだけや、言いたいだけや。本当は5個ぐらいは用語出したいんだけど、はいはい、サブウーファーしか引き出しにないから。そうですね、僕ウーファーが何か分かってないんですけどなんかウーファーってのがあるらしい、どうやらってことは分かってます。ウーファーはね、多分でっかい部分、スピーカーのでっかい部分で低音を出す。はは、要はさ、高音ってちっちゃくても出せるじゃん。あ、ダメだこれ。高音、まあ、そう、ウーファーはそういうことですもんね。その、はいはいはい。もう力技で押し切ろうとしてるんで。いや、あのほら、小人が喋る声ってちっちゃいじゃん。音象徴の時にやりましたね。そうそうそう。でかい音出そうと思うと、本当でっけえウッドベースみたいなね、そう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 、ボンボン鳴らさなきゃいけないけど。低音を出そうと思ったら、リコーダーでも高音出ますからね。でかいやつが必要だけど、高音はちっちゃいものでも出せるっていうのが大原則なわけで。うんうん、はい。まあ、それは当然あれですよね、周波数が高い音が高音だから、うん、周波数が高いってことは波長は水野さん当然短いですね。うんうんうん、あ、そう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 、あ、今ちょうど言おうとした。あ、言いたかった。はいはい、絶対分かってないかもしれないけど二択ですから、どっちかが当たるから。小さい波長がね、小さい音が出るんで、小さい音でも出せるっていうことだと思う、はい、多分、うんうん、でっかい低音はでっかいものじゃないと出せないっていうことで、はい、ウーファーは多分低音を出すためのやつだと思う、うんうんうん、だからなんか低音の響きがいいスピーカーを見たら、あ、やっぱウーファーがいいよねって言っとけば多分大丈夫。あ、オッケーオッケー、多分大丈夫だと思います。完全に分かった。コメントで訂正してください。オーディオ売り場の歩き方完全に分かったそれ、あのオーディオを選ぶ知識にな、全くなってない。通っぽい感想を覚えてるだけなの。なんでね、その仲いい子とかとさ、歩いてる時とかにさ、うん、あ、いいウーファー使ってるんだねって言えば、そうそうそう、もうなんか、間違いない、なんかこいつにオーディオのこと聞いてみようってなるわけでしょ。ってなる、うん、でその子が聞いてくるわけですよね。じゃあ私こういうの聞きたいんだけど、どういうスピーカー選べばいいって聞いてくるわけですよね、うん、どうします、水野さん。自分の好きなものを選んだらええ言ってました、ジレスさんが言ってました、ね、ジレスさんも言ってたんで、あ、はい、それ正解です。だからどんだけ詳しくなくても、うん、もうこれこう言えばいいんだから、言っとけばいい、今後何でも潰れますもん。そうですね、あ、はい、素晴らしい。自動車も僕めっちゃ詳しいですよ。あ、本当ですか、うん、え、僕どんな車買えばいいですか。好きなものを選んだらいいのよ堀本さん、宗教だから好きなものを選んだらいいのよいいですね、なんか土井善晴先生みたいな温かみがあっていいですね、 PC 版土井善晴っていういいですねこれ一汁三菜でええっていうことです。お味噌汁には何を入れても大丈夫ですっていう、ああいう感じでいきたい。はいはい。失敗たとえの森っていうコーナーを前やったんですよね。やりましたね。なんかゴルディロックスの原理みたいな、そうそうそう、のゴルディロックスの話も全然何もかもたとえ間違えてるやろみたいな話とか、はいはい、あ、食事する哲学者の問題とかね。そうそうそう、はい、食事する哲学者の問題と食事する暗号学者の問題、はい、あの両方にフォーク持った状態、あ、じゃあ両方にフォークを持たないとスパゲッティが食べられない哲学者たちは隣のやつフォーク手放さないかなっていうのを待ち続けて餓死する話ですね、はい、失敗してますねっていう話を受けて、はい、情報源名ファゼロさん、ファゼロさんが送ってくれました。あの時に多分失敗たとえ皆さんも送ってくださいっていうのに対して送ってくれたお便りがすごく良くてですね、うんうん、はいはい、成功たとえです。お、だから失敗たとえ送れって言ってるのに成功たとえ送ってきて、はいはいはい、ビュリダンのロバです。あ、聞いたことあるな、それ。これ俺知っててさ、うん、ビュリダンのロバ、実はこれ失敗たとえの森第2弾やるときに出そうと思ってたやつ。おっと、じゃあ意見割れてるじゃないですか。第2弾があったら出そうと思ってたやつが成功たとえとして送られてきてるんですよ、はいはい、ファゼロさんから。うん、対立してるな。じゃあビュリダンのロバでどういう話か分かります？いや、でもなんか今俺単語だけめちゃくちゃ聞き覚えがあるんだけど、うん、どんな話だったのか全然今出てこないですね。なんかね、これ哲学の話題だと思うんですけどはい、はい、ビュリダンっていう人が意思決定理論みたいなのを唱えたらしくて、うん、まあ、その話の文脈で出てきたやつなんですね、はいはい、例えだけを紹介しとくと、うん、まあ、ロバがいて二方向に道が分かれていますと、うんうん、右と左に、うん、でその道の先には同じ量、そして同じ距離に餌となる干し草が置かれています。はいはいはい、さあロバはどっちを食べに行きますかってなった時にロバは決められないんですよ、うん、なぜなら決め手がないから、はい、近ければ近い方行くし、うん、量多かったら多い方に行くんだけど完全に同じだから、はい、その結果ロバは餓死する。はい、すごいなんか聞きなじみがねありますか。もうヒットチャートの曲ぐらいね聞き覚えがありますよ。聞き覚えありました、はい、まあ、これいろんな本で出てくるよね。うんうんうん、なんかやっぱ俺も聞いたことあるわその話。うん、これね僕はね初出というかやっぱ初めて聞いたのはライアーゲームの、うん、甲斐谷先生がライアーゲームの前に書いてたやつ、ワンナウツっていう野球漫画、あ、知らない、はいはいはい、ワンナウツっていう野球漫画があるんですけど、うん、あれめちゃめちゃ面白いですよ。へえ。野球漫画なんだけどなんか110キロかなんかのストレートしか投げられないピッチャーが主人公で、あ、いいですね。何にも野球技術ないんだけど博打
賭博士として賭け野球でめちゃめちゃ成功してたピッチャーで、はいはいはい、あの米軍相手かな、野球賭博ってことですよね。いや野球賭博じゃないですよ、米軍相手のなんていうのバッティングピッチャーみたいな感じで、うん、何球10球勝負とかでバッターに1球でも打たれたら5000円払う。あ、そういうレベルのね。そう、はいはいはい、でも10球1回もヒットにさせなければ1万円もらえるみたいな、うんうん、みたいなやつで荒稼ぎしてたやつが主人公っていう、はいはいはい、とんでもない設定の。あ、でも貝谷先生っぽくていいですね、すごく貝谷先生っぽいですよ、うん、ワンナーズで出てきたんですよね。お前はまるでビュリダンのロバだなみたいな、まあ、要するにその決め手がないから2つのもの決めきれないなっていうことを揶揄して言ってた、うん、はいはい、優柔不断の例えみたいな形で使ってたってことですね。出てきたんですね、はいはい、僕その時に多分高校生かなんかだと思うんですけど当時、うん、高校生の時に読んでてピンとこんなって思ったんですよ、うん、そんな状況ないけどな、ロバ腹減ったらどっちか食うやろって思ったんですよ、うん、のそんなビュリダンのロバをファゼロさんは成功を例えて送ってきてくれてるんですね、うん、どういうことだと思いますこれ。いや全然僕もどちらかというと極端だなというか、うん、その腹減ったら絶対食うだろっていうふうに思うんでだよね、うん、あのだから極端な事例でそれでそのなんか不条理さみたいな、うん、実際はそうならないよねってことを言いたいやつなのかなと思ってました。あ、つまりカフカってことですね。カフカまた新しいので、カフカといえばフランツカフカといえばね、はい、あのカフカ的不条理っていう言葉が文学用語であるそうじゃないですか。はいはいはい、やっぱりあのいきなり虫になって、ね、ある朝グレゴールザムさんが、ね、はい、一匹の大きな毒虫になるかのようなものをいっぱい書いてるわけで、カフカは、うん、カフカやっぱり不条理こそが人生の本質であるみたいなことを、まあ、文学で書きたいよねと、うん、だからカフカ的不条理っていう言葉まで生まれたということで、はい、ビュリダンのロバはカフカが書いたものとも言えるかもしれない。あ、違います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 別の哲学者トイさん全然関係ない、ね、違います関係ないです、はい、知ってる知識を言うのはやめてください。今、うん、それ即興でつながったからいいなと思って、うんうん、それっぽい結論を言ってしまったんですけど、はい、あの話戻しましょうよ、はい、ビュリダンのロバの話をしましょう。ビュリダンのロバの話に戻しますと、はい、ファゼロさんが、ね、教えてくれてますねこれ、うん、これ揶揄するための例えっぽいですどうやら。あ、ほらやっぱそうじゃんじゃん、そのパターンですね、はいはい、ファゼロさんの言う通りで、だからシュレディンガーの猫パターンだよね。あー、うんうんうん、そのこんな状況になっちゃう、理屈通りでいくとこんな状況になっちゃうけど、そうそうそう、実際なってねえじゃんと、お前が言ってることを当てはめるとこうなるけど本当にそうかっていうことを言うために作られた例えらしくて、うん、はいはい、だからあれですよね、そのビュリダンが言った意思決定理論としては、意思は理性が良いと認めない限り選択することができないっていう話らしいんですよ、うんうん、はい、まあ、だから理性の OK を出さないと意思は生まれてこないってことだよね、はい、だから、逆に言うと理性のキャンセルがかかると動けないってことですよね。ってことですね、理性が OK ですって言って通さないと人が意思をこう発揮しないってことですね、はい、理性ありきで我々の意思は生まれてるんだっていうのが、うん、ビュリダンの主張だと思う。はあ、確かに信じがたそうな感じしますね。そんなことないなっていう部分もありますもん ね、そんなことないもんね、衝動で行動しちゃうもんね人間、はい、まあ、というのがだからビュリダンの言っていることで、うん、理性 OK 出さないと、理性の判断がないと意思決定できないですよ、意思は生まれないですよ、うんうんうん、っていうのの反論として、はあ、だったらお前ロバこういうことになるけど大丈夫かと、うんうんうん、右も左も決め手がないから理性は選べないけど、選べないから餓死することになるけど、お前の理論本当なんだなって言ったってことですね。なるほど、だからビュリダンが言い出したってよりはビュリダンをいじるために誰かが言い出したのかなっていうことですよね、はいはい、だから完全にシュレディンガーの猫と構造一緒ですよね、うんうんうん、あれ本当か、シュレディンガーの猫ってシュレディンガーの猫ってシュレディンガーが言い出してる。でもシュレディンガーの波動方程式ってまさにその話だと思うんですよ、はい、その、うん、量子論の一番根底となる主張というか、はい、だからまあ物質はちょっと重ね合わせ的なことだよねっていうやつですよね、うん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 、量子論の説明をしてくれるんですかもしかしてこんなラジオであのネタバレしちゃいますけど、次回のシリーズが量子コンピューター回なんですよ。はいはいはい、じゃあ相当詳しくなってるのかな。次の次の回から量子コンピューターの話をするんで、ね、じゃあ量子力学の知識も必要になってきますね。僕はですね、量子力学の勉強をしたんですよ、これをやるために、うんうんうん、したらね、何もわからんっていう結論に改めてなりましてね。あんなにねペラペラと、少し前とかだってね、少し前はね、猫だの堂々と言ってたんですよ、コペンハーゲン解釈だの、そう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 、エベレットの多世界解釈みたいなやつとかね、はい、すごいこうエアアップで堂々と喋ってたんですけど、ね、うんうん、今回改めて量子力学を勉強してみたところ、あ、どうもそういう話じゃないっぽいみたいなのが死ぬほど出てきてですねまたそのパターンじゃないですか、もうヒルベルトプログラムの時と同じじゃないですか。もうそう、あのエアアップでヒルベルトプログラムの話しててさ、はい、チューリングの決定問題がみたいな、うんうん、これってこういうことなんだよねって偉そうにもう喋れなくなりました。全くゲーデルの話も僕は完全に今できないですしあのシュレディンガーの話も軽々しかできないんですけど、はいはいはい、まあ、なんであのそこをぼやっとさせて、うんうんうん、あの猫が生きてる状態と死んでる状態一緒に共存することになるけど、それ合ってるっていうのがシュレディンガーの猫ですよね、はいはい、
っていうのと同じ感じでビュリダンのローバー、うん、すごいよね。だから人名の動物っていうフォーマットまで一緒で、批判するために作られた例え話っていうことで、うんうん、同じ事例だったんですねこれね。そうですね、人名の動物いっぱいありそうだな。人名の動物いっぱいありそう。ちょっと待って出した。パブロフの犬。おお、やるじゃんやるじゃん。張飛の馬。それは張飛の馬や張飛の飼い馬や、それはただの俺んちの猫と一緒よそれ張飛の馬は。いや正しいツッコミしてくれてありがとう。分かりにくいボケしちゃったなって今言った瞬間に思ったけど、呂布とかのがね。あ、そっか、関戸馬って呂布の馬だっけ。関戸馬は呂布の馬ですね。あ、じゃあ呂布の馬って言うべきじゃん。何もかも間違えない。難しい。何もかも間違えちゃった。両刀のイノコ、両刀でも地名か、あれは両刀のイノコちょっと惜しいですね。そうですね、ちょっと違うな。なんとかの鳥とかいそうですけどね。あ、いそうだね。うん、あ、ミネルヴァのフクロウ。あ、じゃあミネルヴァはあ、でも神の名前か、あれ。ミネルヴァはそうじゃない、ミネルヴァは神の名前だからギリオッケー。天使なんかその手のやつだよね。いや神じゃないか、ミネルヴァって何の神だっけ、忘れたけど。知恵でしょ、知恵を、知恵か、知恵を。ギリシャかローマの神ですよ。、うん、まあそうでしょうね、うん、エジプトじゃなさそうだからね。そう、あとね、中国でもないと思います。ないでしょう、ね、ミネルヴァはおそらく絶対違う。漢字でどう書くんだよミネルヴァ。ってなれば、ね、ギリシャかローマって言っとけば当たりますからね。そうですね、うん、ローマ、ローマ、いや怪しいな。いやギリシャ、いやでもね、ローマ、俺もうーん自信ないね。水かけ論ですねこれは。いや待って待って、思い出してきた。ヘルメスが多分ミネルヴァの使者なのよ、うん、確か。はいはいはい。って考えると、あれギリシャ神話ヘルメスはどっち。せっかくヒント1個出したのにヘルメスが結局分かんないから、どっちか分かんない。か知恵のもう一人のやつを考えましょう。知恵の、うん、あ待って待って、思い出した思い出した、ヘルメスギリシャ神話なのよ。ヘルメスはギリシャ神話よ、うん、これね僕あのなんかアホでも分かるギリシャ神話みたいなのを思う時にアホなんでね、しょうがない。アホだから、アホだから、アホでも分かるギリシャ神話みたいな本読んでたんですけど、お前。そうですね、自己紹介ですから。その時にね、ヘルメス確かね、あのヘルメスの一番分かりやすい覚え方は使いっぱしりって感じ、うん、まあはい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 、はい、なんかあのあいつのところにこれ届けといてとか言われた時に一番最初に頼まれるのがヘルメス。そうそうそう、なんか足速そうだなみたいな感じのイメージあるし、はい、だからヘルメスが語源になったのが多分あのブランドのエルメス、うんうん、そうですね、高級なねバッグとかのエルメスですけど、はい、実際は使いっぱしりなんだって思った記憶があるので、うんうん、ヘルメスはギリシャ神話のはず。え、あ、そうか、ギリシャ神話の本を読んだっていう記憶とヘルメスがそこに出てきたっていう記憶から、そうそうそう、記憶が合わさって、素晴らしい。なんで多分ミネルヴァもギリシャ神話だと思います。うん、なんかそんな気がしてました。ミネルヴァの使者なんでヘルメスは。はい、ググってみよう。怖いね。ローマ神話の女神です。お前アホやん、本当の本当のアホやん。あれあれおかしいな、びっくりした俺。あり方こんなアホなの。あれあれアホなのに分かってもないじゃん。え、俺アホでも分かるギリシャ神話読んだのに分かってないの、マジ。作者の方ちょっと投書しましょう。アホなんですけど分かりませんでしたって。僕アホなんで分からなかったんですけど、どうしてくれるんですか。あれおかしいな。え、俺の記憶どこでねじ曲がったのこれ。待って、あれ待って、お前無茶苦茶やん、お前。何も合ってなかったな。あれ涙出てきた。ちょっとおかしいな。ちなみに、ギリシャ神話、はいはい、ミネルヴァはギリシャ神話で誰になるんですか。ね、知恵のって誰だっけ、知恵って誰、アテーナ。アテーナか、まあ、だからアテナ、アテナか、アテナが知恵なんだ。アテナの語源になったことで同じの、はいはいはい、アテーナですね。へえ。ほなさんやり直しです。勉強しなしてください。やっぱアホでもわかるローマ神話も読んでこないとダメですね。てか違うか、ミネルヴァのイメージがあるってことは、俺読んだのアホでもわかるローマ神話だったのかな。あー、署名間違えてる、署名をそもそも間違えてる。今ちょっと書籍企画考えたんですけど、はいはい、アホでもわかるローマ神話を読んでもわからなかったアホでもわかるローマ神話が多分必要でしょうね。そうですね、うん。でね、今ねヘルメスもね、はい、ググってみたんだけど、うん、ヘルメスは、ゼウスの使いで全然ミネルヴァの使いでもないしアテーナの使いでもないっす。あれどうなってんだろう。あれ何にも合ってないな。嘘つきじゃんただの。調子が一つも。そんなことある。嘘。思い出したとか言ってない記憶思い出してるんですけど、いやすごい、どうなってんのこれ。すごいですよ、ギリシャ神話でも神晴れるぐらい嘘つきですよ。あんた多分本物ですよ。あ、確かにあるもんね、嘘つきの。実は、うん、あれでしょ、
嘘つきの神といえばメルクリウスですよね。大丈夫か、メルクリウス挽回できるか、いけるか。これはね俺自信あるよ。ギリシャ神話で、はいはいはい、メルクリウス、ね、商業の神ですかね、メルクリウス商業の神でもあり、でだから割と商売人のモチーフにされるんだけど、はいはい、実は詐欺師のモチーフにもされる。へえ。だから詐術がギリシャ神話の中のエピソードとして存在してて、はいはい、商売人の神、そして詐術の神だったはず、うんうんうん、大丈夫ですか。で多分ね、はい、あれだよね、マーキュリーと公言者だから水銀の由来だよ ね、 そうですね、メルクリウスがね。それからね、僕の勝手な説、公式がどう言ってるか分かんないですけど、はいはい、メルカリね、メルカリもまあおそらくそのメルクリウスから来てるはずで、うん、であれ商売をしていますよ ね、 確かに。だからなんかいい名前だなと思う。 ね、あれだもんね、メルカリで商品買ってたまに送られてこないとかね、うん、詐欺にかかることあるから大丈夫か、そういうことですよね。大丈夫か、大丈夫なのか、メルカリ様案件お待ちしております。無理だって無理だって無理だって一応ググってみるか、メルクリウスも。そうですね、でもね、なんかね、今の話は合ってるでしょ、ギリシャ神話ですよ。メルカリの語源、もしかしたらそのマーチャンダイエスとかの語源の可能性もあると思うんですよね。そうか、だから究極の語源は結局メルクリウスだけど、メルクリウスとマーチャンダイエスとかマーチャントみたいなのって語源的に多分関係あった気がしますけどね。さすがに似すぎてるもん、はい。ですね、メルクリウスは合ってますね、商売人や旅人の守護神でもあると。うんうん。で、で、サジュ作る書いてないですね。さんあれ、あれ、何がしたいですかあなたは。ちょこれは本当だって、これは本当だって、ウィキペディアに記載ないだけだって。コロさん何がしたいですかあなたは。人の話は解き回して。いやいや、詐欺師の神でもあったはずよ。あのね、これはね、俺ね、あの出典も覚えてるよちゃんと。お。でもう分かる、ギリシャか。アホでも分かるローマ神話とかじゃなくて、はい、ちゃんと世界史を変えた詐欺師たち。うんうん、っていう本があるんですよ、文芸春秋、文春新書ですね、文春新書だと思う、はい、世界史を変えた何人の詐欺師たちみたいな本です、ね、みたいな、はいはい、みたいな本、うん、ちょっと正しいタイトル出そう、世界史を変えた詐欺師たちですね、はい、文春新書ですね、はい、これに出てきたんですよこの、うん、なんかね、メルクリウスの話が、文章めっちゃうまくてこの著者が、はい、なんか多分そんなようなことを言ってたはずなんですよ、うんうん、メルクリウス、この集団は商売人の神としてメルクリウスを旗に掲げていたが、実際には詐欺師であったと、うん、メルクリウスは詐術の神でもあるので、うん、これは実に皮肉ながら合致しているだろうみたいな、あ、いいじゃないですか、みたいなうまいこと言ってたんで、これはね印象に残ってるんで、さすがに合ってると思うよ、さすがに。メルクリウス詐欺とか詐術とかで検索したらいっぱい出てくるんじゃないですか。じゃあだったら、あ、出てきますね、よかった、危ねー、あ、出てきた、危ねー、よかった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 。タロットカードの魔術師はギリシャ神話のメルクリウスの姿であるという解釈もあると、うん、で泥棒の神様でもメルクリウスはあるので、すごい神だな不名誉やね詐欺師のニュアンスがありますっていうことが、うん、まあなんかブログですけど書いてあったんで、はい、よかったよかった。完全に事実無根なことを喋っていた、さっきまでとは違って。なるほど、一応なんか意味のあることを喋ってたっぽいです。オーケーっす、危ねー、森本さん認定します。焦った、アホまでで止めておきましょう今回は。そう、詐欺師じゃないから、はい、そうなんです、悪意があってね、うん、騙してるわけじゃないんで、アホでも分かるが分からなかったアホではないってことにしておきましょう。アホってことにしておきます、ね、そういうことです、はい、よかったよかった、ギリギリ踏みとどまりましたね。まあアホでも分かるローマ神話はちょっと分かってなかったんですけどそうですね。じゃあ続いて、なんかアホ読みたい、ちょっと僕のことアホって読んでもいいですかそれシンプル悪口なんで、ね、水野さんゆるコンピュータカグラジオのなんかの回で、はい、バカが、クソバカがって言ってねあれね、あのいつも優しく、あのこれはもうちょっとこうした方がいいですよって指示してくれるサポーターからのフィードバックで、クソバカがはちょっとやめた方がいいんじゃないですかねっていうね、フィードバック来てたんで、そうですね、やめてください、アホとか言うの、はい、ちょうど多分それもお便り会かなんかじゃないですかね、あの2の母数表現を子供に教えなきゃいけないになってマイナスを子供に説明しろって言われて、子供がそのねマイナス、なんか堀本さんが理解が悪かったから、うん、うん、クソバカが言ったんですよね、言っちゃいましたね、はい、数直線があるでしょ、数直線って何クソバカがはっきり言ってましたねじゃあクソアホはなんか読みたいものとかが納得いかんな違うの、俺が、ん、堀本さんが読んだんだっけ、今そうかも、ユリタンのロバ、じゃあ僕が次読みましょうか、そうしましょうか、はい、情報源名、はい、むっちゃんさんからの、むっちゃん、むっちゃん、むっちゃん、はい、ひらがなですね、宇宙兄弟ですかね、むったのね、宇宙兄弟でね、はい、宇宙に行く主人公むっちゃんですからね、はい、ひらがなですね全部、はいはい、はい、面白いウィキペディア記事について、お、いいですね、つまりサメの夏、サメの夏への投稿、サメの夏説明一応しておきましょうか、見つけると嬉しくなるような国語辞典には載っていないような面白いウィキペディア記事ですね、はい、ですね、そのウィキペディアの、虫の音っていうのが面白いと、うん、
いう、知ってます、読んだことあります。いや、それは完全に初耳です。僕も聞いたことなかったんですけど、うん、この虫の音の中にですね、母語の違いによる虫の音の反応についてっていう、うんうん、まあ、項目があって、めっちゃ面白そう。日本語母語話者は虫の音や川のせせらぎなどの自然音を言語を処理する左脳で聞き、非日本語母語話者は雑音を処理する、右脳で聞くという説と、めちゃくちゃ面白いじゃん。その説の提唱者、角田か角田か角田か怪しいですけど出た、はい、読み方いっぱいあるやつの忠信さんの、はいはい、項目も面白いのでぜひ取り上げてくださいと、うん、でこの、まあ、角田さんか角田さんかこんなの調べてから読めようと思った皆様はちょっと静かにしてください、はい、まあ、この彼の説は当時言語学者から無視されたそうです。そして未だにこの説がメディアで繰り返し取り上げられていますが、なぜこのようなとんでも偽科学が生き延びてしまうのか考察していただけると嬉しいです。じゃあ別に本当じゃないんだそれは。ちょっと読んでみないとわからないですけど、はいはいはい、この方はとんでも偽科学と言ってますね。なるほど、はい、面白いよね。話としてはめちゃくちゃ面白いから、ね、キャッチーだから広まる理由わかりますよね。うんうんうん、見てみましょうか、うん、当該のウィキペディア今読んでみたんですけど、はい、実際出てきましたね。出てきましたね。虫の音じゃなくて、はい、虫の音っていうページでしたね。そうですね。そして、著者の方は角田忠信、うん、さんですね。角田さんのパターンだったか、はい、危ない危ない、危なかったですね。で、この、まあ、さっきの説ですね、この日本人には虫の、うん、声が聞こえて外国人には雑音がとして聞こえるっていう説がこう広まったが、うん、テストしたけど再現性がなかったっていう記述が、うん、ありますね。なるほど。じゃあ、はい、あんまり信憑性ないというか、うんうん、感じですね。そうですね。でもなんかね、この日本人の脳はすげえベストセラーになった本がなんか何十万部か出たみたいで、うん、だから1978年の話ですけど、なるほど。だからもしかしたら結構上の年齢の方は知ってるのかもしれないですね、これね、うん、なんかそういうのあるよね、やっぱ面白いから広まるビュー説というか。ありますね。なんかノリでちょっと一般書各著者が勢いで書いちゃったんだけどめちゃくちゃ広がっちゃったみたいなやつあるよね。そうですね。この方はね、医者、医学者だし、実験してはいるので、うん、雰囲気で書いたわけではないんでしょうけ ど、まあ、ただその、まあ、再現性がね、そうそう、再現ができなかったっていうことみたいですけど、ね、じゃあ別に全然適当なこと書いたわけじゃなくて雰囲気で書いてるわけじゃないんでしょうね。悪意はないんだけどなんかちょっと怪しいなというか、うんうんうん、本当かなっていう感じっていうことですね。そういうことみたいですね。なるほど。ちなみにこの虫の音のページちょっと面白くてさ、うん、俺も思った。これウィキペディアやっぱね、こういうことですよ。いや、わかる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 。ウィキペディア読む楽しさってこういうことで、うん、何にもふざけてないのよ、うん、誰も何にもふざけてないんだけど、すごいいい下りが書いてあって、はい、聞きなし。ああ、俺もそこ言おうと思った。やっぱり、うん、いろんなもの、コオロギのうちエンマコオロギはコロリーコロコロリーと鳴くみたいな感じで、うん、人間のカタカナで書くとこうだよねっていうのが並んでるんだけど、はい、その一番下につくつく帽子はおーし、つくつくおーしと鳴くって書いてあって、うんうん、帽子じゃないんだあ、そうですね、うん、帽子なんだっていう、ここ帽子に寄せてくれてもいい気するけどなって思ったりしましたね。はいはいはい、はい、ちょっと面白いよね。いや、この聞きなしはね、オノマトペと関係するから面白い、研究としても面白くてですね、はいはい、つくつく帽子だったと思うんですけど、はいはい、別の呼び名がありまして、はいはい、そのつくつく帽子の衣装、まあ、別の呼び名がね、うん、美しい、つまり、まあ、綺麗だって言います。美しい、ちょっと豪顔不遜な名前じゃないですか。美しいは、いや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 、つくつく帽子は別にそんなに美しくないでしょ。あのね、それはつくつく帽子が美しいんじゃなくてですね、うん、つくつく帽子の鳴き声を実は平安時代は美しい、よし、つまり美しくて良いっていう風に聞こえていたというか、まあ、聞きなしていたらしいです、ね、美しよしってことですね。そうそうそう、だから、うん、まあ、言ってみたら美を賛美している鳴き声なのではっていう風に思われていたようで、はいはいはい、そこから、つくつく帽子のことを美しいっていう風に呼ぶ事例があるらしいんですね。水野さん、この話前しませんでしたっけ。あ、したっけ。あれ、してないっけ。ツイッターにつぶやいた覚えがあります、僕これ知った時。へーと思って、僕ね、完全に初耳だと思ったんだけど、はい、美しよしって口に出した瞬間に、あれ、俺これ言ったことあるなってどうだっけ、どっかで喋ってたような気がする。言ったことあったっけ。あれ、ないのかな。それかあれかな、この撮ってない時にこの話をしたのかもしれないですけど、まあ、かもしくはあれですよね、まあ、ミネルバはアホでもわかるギリシャ神話に出てきたから僕知ってるんですよミネルバはね、ギリシャ神話っすよ、あ、違う、ローマ神話っすよ、みたいな感じだよね、うん、はい、そういう堀本さんの知ったかぶりの感じで。内王氏は言ったことあるんで、これどっかで やってるはずっすよ、間違いない。詐術師じゃないですか、多分じゃあメルクリウス寄りなんで ね、 そうですね、世界史を変えてない詐欺師ですよ、ね、そうす、はい、しょぼい方の詐欺師、ね、はい、ラジオでずっと嘘ついてます。これウィキペディアファンじゃない限りは、はい、多分見逃しちゃう、うんうん、だから恐ろしくさりげないリンク、俺でなきゃ見逃しちゃうねっていう感じのやつなんです、熟練のウィキペディア読みならではの僕はね、熟練のウィキペディア読みなんで、うん、
あのこの中に出てくるとある虫がですね、うん、以前武藤くん、うん、うんちか幽霊学クイズをいつも出題してくれてる武藤くんから送られてきたことがあって、ウィキペディアのページのリンクを、はいはい、ある虫の名前のリンクだから、あこの虫面白かったやつだっていう記憶があって、うん、あって、あ懐かしいって今勝手にさすが熟練のウィキペディア読み熟練のウィキペディア読みとして興奮してたのが、はいはい、さすが、あの虫の中で周波数、はい、それぞれの虫の鳴き声の周波数が書いてあるんだけど、1万ヘルツ以上で鳴く虫の代表として、うん、草切りや首切りギス、首切りギスが挙げられてるんですよ、はいはいはい、首切りギス知ってます？知らない知らない、こいつはね面白いっすよ首切りギスはあの面白い、ウィキペディアが面白い。へ、どう面白かったんですか？なんで首切りギスって言うと思います？あのキリギリスなんですけど、うん、なんで首切りギスって言うと思います？あなんか首だみたいな鳴き声、うん、あ各種の方の首ですね、あの職をやめさせるの意味の、はいはい、首だ、上司とかになぞらえてるってこと、はい、聞きなしをした嫌な鼻毛、お前は首だお前は首だお前は首だみたいな、虫っぽくないよ、首切りギス、はい、もうちょっと寄せようよ、美しいよしぐらい寄せようよお前は首だ無理だな無理だ、行ったことないですか、無理だね、お前は首だ、行ったことなかったですか、どういうことですか、いやなんか過去に美しいよしは行ったことあるって言ってたんですけど、うん、美しいよあ本当にお前は首だって泣いたことないですか、これ過去の雑談会で一回言ってますかお前は首だお前は首だ一回言ってますこれそれはね完全に記憶を植え付けられた人なんで完全に言ったことないですけど、はいはい、あの違います、はい、クビキリギスの由来はですね、なんかすごい噛みつく、うん、人間の指にこう噛みついたりするらしいんですよ、はい、でこの噛みつく力がすごいらしくて、引っ張るとそのまま首が取れるかららしくて、どういうこと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 、すごくない、だから噛みつく力が強すぎて、首切りぐすに、はい、噛まれます、でいたたたたたって言って首切りぐすを引っこ抜こうとすると、そうそうそう、首ができるらしいそんな生き物いる、お前もう話せよそんなに引っ張られてるならめっちゃ面白くないこれ、あ、ね、スッポンとかはね噛む力が強いけど、そんな首もげるほどの柔らかさじゃないですから、そうそうそう、本当に抜けないって言って困るって聞きますけど、首ギリス虫ですからね、ちっちゃいね、キリギリス首もげちゃうんですよ引っ張るとポコってそのまま間抜けですね話せよその前に確かにっていうのも面白いし、はいはい、クビキリギス別名があるんですよ、俗称、うん、なんかさよくあるじゃん、ありますね、例えば半妙とかは、うん、あの人がねいると、うん、人を先導するように前を歩いていくんですね、だからあの半妙ってあのまだら模様 の、うん、あの気持ち悪い見た目の虫ですけど、うん、それはだからその人の前をこうやって歩く習性があることから道教えっていう、はいはい、おしゃれだね、そうありますね、例えば素敵、はい、そうこれおしゃれですよね、そうそうそういう感じで俗称があるんですよ、多分農家の人とかなんか分かんないけど、うん、そういうことでしょうね、多分なんかどっかの田舎とかで呼んでる呼び名があるんですけど、うん、はい、治水バッタですあのちょっと強そうちょっと強そう、治水バッタちょっと強そう、ちなみに治水バッタと呼ばれる理由は口の周りが赤いからです、あ理由が弱い、実際首切りギスの名付けに比べて理由が弱いあ口元赤いだけ、口元赤いからそんだけ吸いバッタって呼ばれてるし、血吸うんじゃなくて、吸わないらしいです、なんだよ、だからなんていうの、これ珍しいパターンじゃない、普通インパクト強い方があだ名になって、そうですね、本名は弱いじゃん、うん、だから山田高夫、あだ名うんこ漏らし、あだ名の方がうんこ漏らしちゃった小学生かお前は恥ずかしい普通あだ名の方がインパクト強くなるわけですけど、こいつ、はい、あだ名の方がインパクト弱い、確かに、ね、珍しいパターン、うんこ漏らしと違ってねそうそうそう、差がちょっとギャップがありますね、水バッタは口の周り赤いだけですから弱いな、はいはい、堀本さん、でもこの虫の音のさ、うん、イタリアの項目めちゃくちゃ面白いよ、でもどうせあれでしょ、イタリアでは、ね、イタリアでも虫の音こんな風に聞こえたりしますよみたいな感じでしょ、はいはい、うん、読み上げてみましょうか、はい、フィレンツェのコオロギフェスタは歴史があり有名であるコオロギフェスタあんの、コオロギフェスタありますよ、もちろんオクトーバーフェストみたいな感じで、そうですよ、はい、コオロギフェスタあんの、コオロギフェスタがあるらしいですね、何すんの、コオロギ飲むの、毎年商店の日、商店の日はこれ何、商店、キリストの商店が商店した日、まあ、だから祝日かなんかなんですかね、に、カスチーネ公園で行われ、コオロギを伝統的にカラフルな箱に入れて売っているでコオロギは幸せを運んでくると信じられ、人々は祭りで購入した虫かごを窓際に吊るしていた、へ、しかし1999年にフィレンツェ市が動物保護のためコオロギの販売を禁止したため、現在は複製のコオロギを入れて販売している、あすごい、もういいんだ、だからあてかこのパターン結構ありますよね、その動物愛護に反対されたから、うん、もう人形で良くなったみたいなやつとか、でもさ日本だと全然コオロギなんてね、もうそこら中にいるじゃないですか、うん、そうですね、で僕もちっちゃい頃とかにコオロギと捕まえて虫かごに入れたりしてましたけど、うん、
イタリアだとまずその幸せを運んでくる象徴だと思われていたのと、うん、あとコオロギの販売されているし、そしてそれを禁じられているっていう、そうだね、すげえ差ありますね。そうだね、うん、だしピンとこんね、うんうんうん、伝統的なカラフルな箱に入れて売られるコオロギピンとこんね。いや全然わかんないですね。面白い、こういうことよ。いやウィキペディア面白そう。これはね素晴らしい。そんな文化サメの夏ですよ ね、 いい。他にもこの下にもこのフランスとかだとこの虫の動物が鳴くっていう動詞がすごく鳴き声のオノマトペから細かく細分化されてるみたいな話とかが下に書いてあったり、はいはいはい、このページはねめちゃくちゃおもろいな。面白いね。しっかり誰かその熱心な方がいっぱい調べて、うん、いっぱい書き込んでる、こうウィキペディアの中でもこうみんながこううわーっと編集するタイプのページなんでしょうねこれは。そうですね。うん。あ面白い。これドイツではどんどん出てくるじゃん。何さんだったっけ。お礼だけ言っときたいね。ね言っときたいね。何さんだっけ。情報源名むっちゃんさんですね。むっちゃんさんさすがですわ。むっちゃんさんはあのなんでこんなとんでも偽科学が生き延びてしまうのか考察していただけると嬉しいですって言ってるんですけどね。全然違う。あのこのコオロギ、うん、あじゃあ虫の根っていうウィキペディアが素晴らしいサメの夏だと。そうですね、素晴らしいということをひたすら言う日になってます、ね、はいはい。であのねドイツでははいコオロギの家っていうものがあるらしくて、コオロギ人気っすね。すごい人気で、なんとね1655年、1655年17世紀、17世紀、はいはい、大昔ですよこの、うん、産業革命のはるか前よ、はい、の木工取扱業者の販売品カタログの中にコオロギの家というのがある。木工って何。あ 木を工芸する。あ、はい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 、木工業者がもう定番品としてコオロギの家っていうのを売っていたと、うん。コオロだからシルバニアファミリーみたいなノリってこと。そう、ね、そうまさにそう。あのねコオロギの家は小さな木造りの家でいくつかの小窓があり、扉を開けて中に虫を入れる。完全にシルバニアファミリーよ。世界観マジで。シルバニアのあの家みたいなやつコオロギ用に売られてたのよ。小窓がついててね。コオロギってそんなに魅了されるもの？されてたんでしょうね。コオロギとか捕まえたりとかしたことあります？あるある、子供の頃。あ、やっぱやりますよ。なんか虫かごでいっぱいうんこだけしてすぐ死んでいくし、なんかそう、あとトモ食いめっちゃする。あ、トモ食いもするしで、なんかそんなにこう僕惹かれなかった。なんかバッタの方がかっこいいなとか思ってたんですけど、コオロギそんな人気？めちゃめちゃ愛されてた。でこのコオロギの家は、うん、まあだから家だから、うん、虫かごと違ってその透過されてないわけですね、はい、透明じゃないから閉めちゃって、うん、で音だけを楽しむ、うん、家のおしゃれな衣装とそこから流れてくる音だけを楽しむへっていうものだったらしくて、はい、さらに3から4の部屋を持つ集合住宅も売られていて、シルバニアファミリーのでかいやつね、金持ちしか買ってもらえないことでおなじみのでかいシルバニア、はい、でそこに3人とか4人とかのコオロギを閉じ込めると三重層や助数詞が人じゃない。いやもうそうですよ、コオロギの家ですから、うん、そうすると三重層や40層も楽しめる。はいはい、だからもう、ある意味オルゴールにしてたってことですね。してたってことですね、コオロギを。オルゴール兼、なんていうのオブジェというか、うんうん、部屋のおしゃれなレイアウトの一環として置いてたってことですね、うんうん、へえ。なんかあれかな、日本の種と全然違うコオロギだったりするんですかね。なんか、あ、のかな、なんか信じがたいですよね。なんかスズムシとかならわかるんですけど、うん、あのコオロギの鳴き声って、うん、どんなんでしたっけ。聞きなしで言うと、うん、リリリリリリリみたいなやつ。あ、そうですね、コロリコロリコロコロリとか、はいはい、コロコロリ。まあでも綺麗な音っちゃ音なのかな。うん、あ、俺やべえ、曖昧かもしれない。コオロギとかマツムシとかあの辺の鳴く秋の虫曖昧かも。マツムシはねチンチロンらしいです、聞きなしは。でスズムシはリーンリーンですね。聞きなしじゃなくて音で欲しいっす。聞きなし言われてもそれかとはならないかな。リーンリーン。出さなくていい、出さなくていい、出さなくていいし、水野さんが今やってたのは蚊です。耳元にいるあの不愉快な蚊でした今の。そうですか。今のは全然、ね、せっかくいいマイクなんで使わなきゃいけないかなと思って。私なりのマツムシとか無駄遣いなんでやめてください。あ、そうですか、すいません、失礼しました。ちょっと思いのおかね、このウィキペディアが面白くて、はいはい、ずっと読んでしまいましたけど、ね、どちらかというとサメの夏会になっちゃいました、ね、そうですね。でもこういう僕らからしたらなんてことない虫をすっごいありがたがってるっていう、うん、この状況自体すごく面白いなっていうのは僕思いました ね。その多分海外とかでもね、この、うん、この動物はこう例えばじゃキリンとかってその吉兆、うん、
良い王が全盛を敷いてる時に現れるみたいなこととかね、こうあの言われたりしてましたけど、まあ、あのキリンっていうのはジラフのキリンとはまた別の想像上の動物であるんですけど、うん、なんかそういうさその動物に伴うイメージみたいなのがこんなに国で離れがあるんだっていうのがちょっと僕はびっくりですね。これありがたがるんだみたいな驚きあるもんね。コオロギですもんね。いやなんかマツムシとかスズムシの方だったらちょっとわかるんですけど、コオロギってそんなこう絶妙な鳴き方とかしてたっけっていうのが僕ちょっとね不思議に思いましたね。確かに。あの豚とかもさ、うん、結局不浄な生き物だったりするわけじゃないですか、ね、はい、国によっては、うん、だから豚とかはだから宗教のトピックだから、うん、話題に上がりやすくてニュースとかでも聞くから我々意識しがちですけど、はい、意識してない他の動物無限種ある気がするから。そうですね、なんか今虫でびっくりしたじゃないですか、うん、魚とかもあんのかなとかね。絶対あるね、魚とかあんのかな。でもだからクリシェで言うとあれでしょ、イクラ、ロシアの人はイクラ全部捨ててるっていう。え、あ、そうなの、うん、やべ、それ知らない。知らない、これ、うん、寿司屋で披露できるうんちくクリシェとして、もうこれ言うと素人がって思われることでおなじみのやつ。マジで俺普通にびっくりして驚いちゃった。あ、そうなんだ。いくらほら我々食べる文化あるからさ、はいはい、美味しそうってなるけどさ、冷静に見たら気持ち悪いじゃん、うんうんうん、だからあのロシアの人とかは鮭めっちゃ食うから、はい、めっちゃ取ってキモって言って全部捨ててるらしい、うんうん、あれか、だからアメリカで霜降りなんて食わねえよみたいな、あみたいなノリ、ね、そうですね、油が多すぎて食べないよって言いますけど、だから食べるものレベルでも違うし、うん、もっと細かいレベルで動物に対して抱く印象みたいなのでも結構違ってくるんだなっていうことなんですね。なんか資産に飛んだ話に無理やりつなげようとした感のある結論でちょっと僕としては不服ですけど、なんでウィキペディアの楽しさをもっと存分に味わって終わった方が良かったんじゃないかと僕としてはそう思うわけですけれども、まあアホだからねお前は。そうだったわ、俺あの岩畜に飛んだ話とか覚えられないからさ。そうですよね、令和のメルクリウス。令和のメルクリウス。はい、じゃあ本日ははい、もうお便り読む会という体でサメの夏会をやってまいりました。結局そうなっちゃいましたね。そしてサメの夏ということは、うん、サーフシャーク案件ではないんで宣伝をしないでちょっとドキッとしたでしょ。ヒヤヒヤした。またまたあの影が、あの影が、しかもだって今回僕が本当に適当にピックアップして読んだやつだから、それでサーフシャーク来てたらこれ広告案件だったらね、ちょっと申し訳ないってなりますけど、ちょっとマジでびっくりしますけど、大丈夫です、今回は広告案件ではなく、なんで安心してんのかよく分かんないけど素直にお便りを読む会だったんでね、はいはい、まあ、ちょっと3件ぐらいしか読めてないですけれども、はい、ね、面白いお便り本当はまだまだ来ててさ、うんうん、もうね、僕ね、いつか読もういつか読もうってお便り読む会のたびに思ってて先延ばしにしてるスターリンソートの話とかあるから、スターリンソートこれをねどこかでやりたい。へ、はいはい、スターリンソートなんか面白コンピューターサイエンスジョークの匂いめっちゃしません？うんうん、確かに。なんでこの辺の話もねいつかやりたいんですけど、ちょっと今回収まらなかったんでまたやりますんで。お便りなんてね本当なんぼ読んでもいいですから、ね、いくら読んでもいいんで、うん、もういくらでも皆さん送ってください、はい、概要欄にお便りフォーム置いてありますんで、面白エンジニアジョークとか、うんうん、エンジニアあるあるであるとか、はい、もしくは面白いウィキペディアでもいいですし、何でも思いついたことどんどん送っていただければと思います。今回ねコンピューターサイエンスに関する話一つもしてないですからね僕一応ゆる言語学ラジオの時に言語学っぽい話なんとか入れなきゃとか言って意識しながらお便り読んでるんですけど、一つもしてないな油断しすぎじゃないですかちょっと。大丈夫、エディファイヤーの話エディファイヤーの読み方合ってるかなっていう話したから大丈夫です。あ、でもウーファーの話もしたから大丈夫な問題ない。コンピューターサイエンスじゃないのよエディファイヤーもウーファーも。エディファイヤーがどんな印象なのかっていうのもオーディオ詳しい方からコメントお待ちしておりますので、確かによろしくお願いします、はい、というわけで今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。